ミネアポリスはアメリカ合衆国のカンザス州にある都市でオタワ軍の軍庁所在地である。サライナ小都市圏内にあり、2010年の国勢調査によると人口は2032人である。ロックシティ公園2000年の国勢調査によると市の総面積は4.5平方キロで全域が陸地である。市の南西にはロックシティという公園がある。 2000年の国勢調査によると、この市には2046人、810世帯、512、家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり454.0人で、平方マイルに直すと1173.6人となる。住居数は914件で、1平方キロあたりに202.8件が立っている。計算になる。 住民のうち白人が96.97%、アフリカ系が1.32%、ネイティブアメリカンが0.24%、アジア系が0.05%、その他が0.29%、根結が1.12%、ヒスパニックが1.52%を占める。810世帯のうち29.6%は18歳以下の未成年と暮らしており、 53.1%は夫婦で生活している。8.0%は未婚の女性が接待種であり、36.7%は家族以外の住人と同居している。33.3%が一人暮らしの世帯で、18.9%を独居老人世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.29人で、家庭のそれは2.92人である。 住民のうち22.9%が18歳以下の未成年7.5%が18歳以上24歳以下25.0%が25歳以上44歳以下21.5%が45歳以上64歳以下23.1%が65歳以上となっており平均年齢は41歳である 女性100人に対し男性が91.0人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては88.2人いる。1世帯あたりの平均収入は34,792ベイドルで、家族あたりでは43,750ベイドルである。男性の平均収入は29,028ベイドル。女性のそれは21,174ベイドルで、労働者でない人々も含めた、 住民一人当たりの収入は17,628米ドルとなる。総人口の9.7%、家族の3.7%、18歳以下の未成年の8.4%、及び65歳以上の老人の16.8%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。